こんにちは、赤川センターです。今回は九十に来ました。すごいね、雪がある。高速機で、1コースかな、滑れるんで、そこをちょっとね、グラトリしたりとか、程よくこの雪に合った遊び方をして滑ろうかなと思います。実はね、なんだろうな、結構なんだろう、ザクザクで滑りやすそう、なんか春っぽい感じ、楽しそうだなっていう感じがするんで、ちょっとね、滑っていこうかなと思います。ザックザク。はい、九十森林公園スキー場かな。人生2度目です。こんな感じでザクザクだけど、グラトリとか、普通にターンしたりとか、すごい楽しめます。いや、息上がる。標高はどれぐらいだろうな。で、今日ちょっと肌寒いんで、なんか撥水トレーナーとかパーカーの方がいいかな。ちょっとライトな格好で来ちゃったんですけど、皆さんもぜひ遊びに来てみてください。ありがとうございます。